はいどうもポチャクレイです。プロスペースやっていきたいと思います。ということで今回なんですけれども、今日はですねいつもと違ったテイストの動画を撮っていこうかなというふうに思います。というのもですね、かなり前になってしまったんですが、ツイッターでこちらのツイートをいたしました。はい、唐突ですがプロスペースでやってしまった失敗を募集しますということでですね、これが2018年の12月26日年越し前にね募集をしていたものなんですが、いろいろと動画スケジュール的になかなか出せなかったので1ヶ月以上ね空いてしまったんですが、こちらをちょっと紹介していきたいと思います。この企画ですね、なんでやろうかなと思ったかっていうと、最近このプロスペースを始めたよっていう新規のユーザーさんがすごい増えていて、その中でかなりねプロスペースをやられてる方も僕のリスナーさんにはたくさんいると思うんですが、そんなユーザーさんたちがやってしまった失敗をね皆さんに共有することによって、これから未然に防げる失敗とか今やってしまってることとかを見直すことができるんじゃないかなっていう、まあそんなね願いを込めてちょっとこの企画やっていきたいと思います。では行きましょう。まず一つ目、こちらリーグオーダーをずっと変えていなかった。これね、最初の最初、初期の初期、通常オーダーとリーグオーダーの違いがそもそも何なのかが全くわからないっていうところは一つあるんじゃないかなというふうに思います。最近始めた方でリーグオーダー通常オーダーの違いが全然わかんないという方はぜひヘルプを見てね、リーグオーダーは常に強いオーダーを作り、通常オーダーは育成のオーダーという考え方を持っていただければというふうに思います。続いてこちら、打者の時に画面をつけたまま他のことをしていて見逃し三振。これもありますね。結構例えばテレビを見ながらプロスピやっててとかで、テレビに夢中になっちゃってプロスピ放置してたら見逃し三振になってるみたいな、よくあるんじゃないかなと。これ僕もありますね。はい、続きましてこちら、はい、特訓 97.5% で2回失敗したこと。これね、特訓 1.5 倍が、開催されている時に起こる 97.5% という確率なんですが、基本的に特訓はね、僕はずっと 100% を推奨してきているんですが、ちょっとケチるとね本当に失敗が、ありますので、 97.5% とかでいくのももちろんありといえばありなんですけど、まあ、90%、97.5% とかでやるのではなく 100% 基本的には推奨したいなというところでございます。続きましてこちら、5人ミキサーかけたら5人出てくると思っていたこと。これはやばいな。当然ながら5人ミキサーかけたら1人しか出てきません。続いてこちら、リリース投手とリセマラせずに4番デニングで1ヶ月過ごしたこと。これ本当にデニング時代、デニングエースなんて言われてた時代を知っている方が僕のリスナーさんにどこまでいるのかちょっとわかんないんですけど、てかまあ本当にデニング大量発生してたんだね。デニング選手懐かしいですね。続いてはこちら、 S ランクは S ランクの同じ選手しか限界突破できないと思ってて、 A ランクは全て経験値変換してしまっていたこと。ああこれね、 S ランクは限界突破いろんな方法がありまして、まず一番簡単なのはきっと S ランクの限界突破コーチを使うことかな、が一番簡単で、でこの今コメントにもある通り、 S ランクの本体に S ランクもう一人同じ選手の S ランクをぶち込むという方法も2つ目で、同じ選手の A ランクのレベルマックスないしは特訓マックスまで持っていってあげて限界突破するっていう方法が、まあ、3つ目ですね。はい、この3つがあるわけなんですが、せっかく当たった A ランク、せっかく持ってた A ランクも経験値変換してしまったと。いやこれは非常にもったいないですね。同じような失敗がこちら、 A ランクレベル59を最後ストック経験値で60にして、菅野を限界突破しようと思ってたらストック経験値を使うの忘れてレベル59のまま合成してしまったこと。 A ランクレベル59でぶち込むか60にちゃんと上げてぶち込むかでね全然大きな違いが生まれますので、これはちょっと本当に気をつけていきましょう。59だとただの特訓の餌、60にしてあげれば限界突破の餌という形になりますので、この辺は本当に気をつけていきましょう。続きましてこちら、スペシャルミッションを達成したのに報酬 S30% などを受け取るのを忘れてしまい、ミッション期間終了とともになくなったことがあった。これね、まあ、スペシャルミッションだけじゃないんですけど、普段毎日あるデイリーミッションとかもちゃんと自分で受け取りに行かないと、達成はしてるのに報酬が受け取れないなんていうことがありますので、ここも気をつけていかないといけないところでございます。僕も結構やっちゃいますね、デイリーミッションとかね、達成してるのに受け取らずとかは結構やっちゃいます。続いてこちら、騙されて1年やり込んでたプロスピナーカーをタダで渡してしまったこと。これな、なんか最近結構ツイッターとかでもチート代行してますとか、エナジー増やすの代行しますとか、僕は課金してあげますみたいななんかよくわからんことを言ってアカウントを盗もうとしている、悪質ユーザーがいるみたいです。まあ普通に考えればこれは信じなきゃいい話なんですけど、まあ、結構甘い言葉を使ってね誘惑してくる悪質ユーザーがいるみたいなんで、ここは気をつけていきましょう。そもそも人のアカウント取ってやっておもろいんかな。もう個人的には本当に自分で一からちゃんと自分のアカウントを育てまくって強くしていくっていうところが本当にこのゲームの醍醐味なんじゃないかなと思うんですけどね。まあいいや、そこは罠にかからないようにみんな気をつけていきましょう。
続いてこちら、はい、試練大解放後の即寝落ち。これもよくありますね、本当に。これをやりすぎてから家に僕の試練チケット今30枚切ってしまってるんですけど、なんでなんだろうね。試練大解放をした後のあの突然来る眠気はもう試練大解放に睡眠作用でもあるんじゃないかと思うぐらい、ちょっと試練大解放後は寝落ちしがち。続いてこちら、携帯盗難して250超えてたアカウントを紛失しました。今でも萎えてますと。これね、まあ、引き継ぎミスですよね。引き継ぎ忘れ、引き継ぎをしてなかったというところでの、ミスだと思うんですが、僕も一回ですね、去年の夏ぐらいかな、使ってた携帯が壊れまして、突然壊れて、旅行先でね、携帯を機種変更しないといけないという状況になったんですが、その時はちゃんと引き継ぎのね、ID とパスワードを見守っていたので大丈夫だったんですけど、それがなければ当然ながらこんだけ課金してるアカウントが吹っ飛んでた可能性も高かったので、まあ、そこは気をつけていきましょうというところでございます。これも同じく携帯関連ですが、ずっと待っていた投手大谷、無課金で貯めたエナジー2000個、ワールドスター60年目で大谷選手いけました。その時嬉しさのあまり iPhone が手から滑り落下、画面が割れたことです。パリーンと、まあ、もちろん喜びで携帯を割ってしまうことならまだいい、まだ良くはないか、まだいいと思えるんだけど、例えばプロスピコロシアムとかリアタイとかで負けてクサーってなった時に携帯をぶん投げて割るとかね、まあ、そんなことをやったこともある人ももしかしたらいるんじゃないでしょうか。携帯の扱いには注意ですね。続いてはこちら、通常の A ランク極めたら覚醒魂使って S ランクにできると思って必死に育ててたこと。これね、僕もね、初心者の頃動画を始める前ですねに S ランクの覚醒っていうのがあることをした時に、 A ランクの選手誰でも覚醒できるんじゃないかなと思っていた時期があったんですけど、当然だからね、あの対決カーニバルとかプロスピパークとかで手に入れられる覚醒の選手しか、A ランクから S ランクにすることはできませんので、まあ、それしっかり把握しておきましょうというところでございます。最近覚醒選手来ないですね。シリーズ2今年はもうもしかしたら来ないかもしれない。来シーズンまたルーキーとかが来るんじゃないかなと思うんですけど、またシリーズ1とかでね、覚醒選手たくさん出ることを願っておりますと。続いてこちら、これは本当に同じようなコメントがたくさんあったんですが、初めて間もない頃に725エナジーくらいプレミアムスカウトに貢いだこと。プレミアムスカウトは決してプレミアムではございません。続いてこちら、日々徹夜でランキングイベントを回り、やっとの思いで手に入れた自チーム確定報酬、受け取るを押した瞬間に気づく。自チーム買い忘れた。これね、本当に怖いやつね。これマジで怖いやつ。僕も本当に動画で、基本的には動画で開封することが多いので、しっかり自チーム買い忘れて何か確認をしてからやってることが多いんですが、結構寝起きとかでね、ポチポチポチって引いちゃったりする方とか、あとはもうランキングイベント最後走って疲れ切ってる状態でね、契約書開封したりする方が多いと思うんですけど、もちろんランキングだけじゃなくてね、普段の S ランク自チーム契約書とか A ランクの自チーム契約書もそうですが、自チームの買い忘れですね。本当にこの辺は結構あるミスだと思うので、聞く前に自チームの確認をね、しっかりやっていきましょう。続いてはこちら、シュレッドミキサー対象選手を普通のミキサーに混ぜたこと。これね、これ僕もね、本当に未だにやっちゃうミス。超直近のこの間のミキサー回もですね、実は僕井端選手シュレッド対象なのにかけてしまったんですが、シュレッド対象選手のお話なんですが、早ければ明日の動画でできるんじゃないかなと思います。もしかしたらね、あのこのプロスピースの中でもそろそろリリースが、情報のリリースが来るんじゃないかなと思ってはいるんですが、シュレッド化対象選手のまとめの動画作りましたので、シュレッド化する選手が誰か全然分かってないという方はぜひその動画を見ていただければというふうに思います。続いてはこちら、ドラフトスカウトお得じゃんと思って引いてた。ドラフトスカウトのお得だと思った理由がぜひ聞きたい。続いてはこちら、授業中にランキング走りまくっててバレたことです。授業中にプロスペやるなとは言いません。バレずにやりましょう。続いてはこちら、 S ランク限界突破コーチを恋に変えてしまったことです。 S ランク限界突破コーチは大事に使いましょう。続いてはこちら、去年の出来事ですが、これです。秘宝、秋山浩二スピリッツ解放した翌日に新型秋山浩二登場。これ結構レベルの高い話なんですが、こればっかりはもう予測するしかない。予測ができなかったならもう諦めるしかないというところですね。スピリッツ解放はおそらくもう間違いなく今年は来ないだろうというような選手にやることをお勧めします。続いてこちら、プロスピ始めて家にこもることが増え、ランキングイベントの週は出かけることが減ったおかげで体重が10キロ太って、嫁に結婚詐欺だって言われたことがプロスピ史上最大の失敗です。ノーコメント。続いてはこちら、エスポンセの超4に最後のエーポンセ突っ込もうとしたら、エーポンセにエスポンセぶち込んで、エーポンセ超1が爆誕した。これね、本当に僕この企画一面白かったです。これな、もう想像しただけでゾッとする話なんですけど、特訓ベースの選択間違いね、これ本当にマジで大きなミスになりますんで、 A ランクに S ランクぶち込めるシステム別にいらないと思うんだけどなって思ってしまうんですけどね。 A ランクに S ランクをぶち込めることによってこういうミスが生まれてしまうので、まあ、S ランク A ランクその特訓ベースの選択ですね、ミスらないようにしていきましょう。続いてはこちら、もっと早くクレイさんに気づけなかったこと、情報提供の素晴らしさにありがとうございます。続いてはこちら、ワールドスター大谷絶対当てるぞ、ポチッ、ホームランで逆転サヨナラチャンス、ゴーバリン来い、ズババババ。
続いてはこちら、プロスペースを始めてしまったこと。